でしょ。ああ、おお、ああ。ございますね。めちゃくちゃ寒い朝になりました。夜の間ね、ずっと降っててめっちゃ積もりましたね。びっくりです。しかもね、マイナス 5.3 度なんですよ。これ寒いわ。今日のね、朝から今日の日中も降りそうですね、これは。あー、でもめちゃくちゃ綺麗。見て録画できませんってなっとる。最悪。そんなんあるん、これ。ちょっとポケットとかに入れて。ああ、すごい雪になりましたね。めっちゃ積もる雪になってきました。ああ、体も冷えます。手がね、もう慣れてかじかんでね。やべ、すげえ。もう今ね、撮影でずっと回ってたんですけどね、戻ってきたらもうすぐに積もってる。さっきね、雪はたいて落としたんですけどね。見てください、こうやってね、糸にね、雪がくっつくんですよ。こういうのね、無理やり取らない方がいいですよ。取るとね、糸が切れたりしちゃいますからね。いい朝だわ。でも、どう見て、うわ、見てください、これ。水が重力に逆らってる。もう氷ですね。わかるかな、これ。
もうカチカチ、ほんまのカチカチ、シャーベットでも何でもないですよ、もうカチカチ、痛いぐらい。これでね、もう中側で内側ですよね、もう凍りつきついちゃってるんですよね。ストーブは全然炊いてないですからね、私は。めっちゃ凍りついてる中、内側を。今回はね、ちょっと下からの火を抑えるためにこれプラスしましたね、下に引いてるもの。これ銀マットにレジャーシートがついたようなやつですね。これもね、案外熱通さなくていいんですよね。あー、助かった。これだいぶ古いですけどね。よいしょ。よっしゃ、よいしょ。あ、やっぱね、体が冷えるとね、温かいものが飲みたいんですよ。このポットいいですよ。ポットよく持ってきてるんですけどね、これを持ってきてるとお湯がね、温かいまま飲めるから。お茶入れてます。このスノーピークの真空コートです。これもめちゃくちゃいいですよ。全然ね、冷えにくいです。一回ね、実験したことがあるんですよ。普通のコップとこの真空コップ比べるとね、全然ね、冷える感じが全然違いました。温度の違いがね、歴然でしたよ。これいいですよ。これおすすめです。こういう時のあったかいお茶がいいんですよね。もうね、そういう、こういうのないとね、本当にもうキンキンに冷えた水しか飲めないですからね。熱っ、熱すぎるわ。こんなの飲まれ。よし、それではね、お米の方炊いていきますね。お米炊いちゃいましょう。もう腹ペコペコです。お腹ペコペコ。どこにでもね、雪がついてますね。びっくりなぐらい。あ、そうや、水がない、ここ。よいしょ。今日は2合炊きますね。よっしゃ。この鍋ちゃんはね、ちゃんとお米のラインがありますからね、2合ライン。よっしゃ、蓋してと火つけていきましょう。手がね、もう本当にね、手がしば、もう手がもうかじかんで、もめちゃくちゃ痛いぐらいですよ。痛くなっちゃいますね、手がね。アルコールもつきにくい。気化してないのかな、あまり。よし、うん、サブ。よっしゃ、あったけー。もうね、雪のね、吹き込みです。もうめちゃくちゃね、吹き込んでくるんで、これつけちゃいましたね。これあるとないとじゃ大違いですよ。これ雨でもいいかもしれんな、これは。これ買おう。うん。あー、昨日からね、セッティングしといたおちょこ、おちょこです。氷のおちょこが作れるセットですね、これね。氷のおちょこが作れるらしいんですよ、これで。よっしゃ、これ行ってみよう。向こう行って外してみますね。うまくできてたらいいですけどね。どんな感じでできてるか楽しみですね。っていうかね、これ本当は霊視的にね、お酒飲みたかったんですけどね、もう帰りの時間なんでね、運転しなきゃダメなんで、
ちょっとお酒じゃないものを飲んでみたいと思います。うわ、なんじゃこりゃ、へばりついとるな。うわ、できてそう。あ、できてる、できてる、見てください。めっちゃ面白いこれ。へー、形がちょっといびつですね。でも、あ、でもちょっと待ってよ、これいいわ、これ簡単にできる。もう一個ひっくり返して、にゃんぱらり、にゃんぱらり知ってます皆さん。にゃんぱらり知ってる人は年取ってるわ。よっしゃ、にゃんぱらり知ってる人はコメントにお願いしますね。誰先生か、誰先生でわかるんじゃねえかな。よっしゃ、ちょっとね、飲み物がね、ホットは無理なんで、これ抹茶ラテの方ね、ついてきますね。今ホットが飲みたいんですけどね、ほんと、よいしょ、どれに、これに入れてみようかな。お、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 いけてる、いけてる、いけてます。あ、ただでさえね、もうさっきから水とかは冷たいのに、これより冷たくしてますね。唇ふうって何で拭いとるんです。うん、うわ、シャーベットや。ちょっと冷たいのがより一層冷たくなってますね。ああ、これ冷酒めちゃくちゃいいかも。ああ、冷た、体冷えちゃうけど、これいいですね。ビール、これジョッキの、ジョッキのあったら買ってみようかな。今日はね、石井焼きビビンバってことでね、このこれなんちゅうんすかね、これ石の器温めてます。でもね、もうガスがほとんどなくなったんで、ガス管の方変えてきますね。低温時用のガス使ってますね。どれぐらいで熱くなってくるのかな。あ、熱くなってきてる感じがあるな。今日はね、石焼きビビンバですよね。今日の石焼きビビンバのね、お肉はね、これ飛騨牛4等級になりますね。これめちゃくちゃ美味しそうでしょ。2割引き。ここに来るところのね、途中であったスーパーでね、これ2割引きのね、飛騨牛見つけたんで買っちゃいました。めっちゃうまそうでしょこれ。あんまり焼きたくないですよね、こういうの。焼きすぎたらもったいない。よし、それじゃあね、まずはお肉だけね、炒めていきますね。油を入れて、ごま油を入れちゃいましたね。ごま油に、ごま油なのにニンニク入れちゃいますね。せっかくのごま油の香りの中にニンニク、おお、うまそう、めっちゃうまそうこれ。ああ、もうごま油の匂い、香り最高、いいねこれ。こう、あー、もう早く、あー、ニンニクチップがいい感じ。そしてこれ4等級の飛騨牛いっちゃいますね。おりゃ、お、早くしなきゃ。これは、これはもうスピード勝負ですからね。うまそう、これでいいやろ、もうこれでいいでしょ。あー、お肉の香りよし。よし、ここにね、これ長野の方で買ったね、焼肉のタレね、めちゃくちゃ美味しそうだったんでかけていきますね。これ多すぎたら困るやろ。こんなもんかな。よっしゃ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 。うわ、香りめちゃくちゃいい、うまそうこれ。よっしゃ、ここでね、もうね、
これ赤がこう肉が悪くなっちゃうから、悪くなるわけじゃないんですけど、これあかんわ、これじゃ、これじゃあかん、もうこれでね掴んで火から下ろして、よっしゃ、まずはねお米の方ついてきますね。お米ね今回ねちょっと失敗してるよね、さっき焦げの匂いしてましたからね、あやっぱそこがねちょっと焦げちゃってますね。ごま油を広げて、ここに広げてと、かなり寒かったんでちょっとねアルコールの量を増やしちゃったんですよね。お米どれぐらい入れたらいいのかな、これっていうか石焼きビビンバね、こうやってやるの初めてですからね。ビビンバのねナムルです。よいしょ、出てきてください。うまそう、全部混ざった感じだ。キムチもこれ半分いっちゃう、これキムチうまいから、キムチはありですね、本当にありがたや。そしてお肉、お肉こう見たら少ないな。よし、こんだけ入ったらいいでしょう。よっしゃ、ここに、よし、うさぶ、卵もよく冷えてますね。よし、いい感じ。よし、乗せてきますよ。よいしょ、できた、うまそう。こっちの白身は飲んどきますね、やっぱりもったいないから。あーよく冷えた白身だわ。よし、火にかけてきますね。よし、もうねだいぶちょっとグツグツ言ってきてるんで火止めちゃいますね。火止めてちょっとこっちに移動させます。おいしょ、あ完成しましたね。めちゃくちゃねなんかグチグチ言ってる音がねめちゃくちゃいい音してるんですよ。あーやばいやばいやばい。さあ混ぜてきます。これ混ぜながらね食べながらコチュジャンと焼肉のタレ、ま、加えていきたいと思いますね。おうまそう、めちゃくちゃうまそう。おいい香りしてるわこれ。いやもうこれコチュジャンいるやろこれ。これナムル自体にもねコチュジャン入ってるらしいです。まずね何もなしで食べてみますね。さあお肉のところ行っちゃいますよ。あお肉もうちょっと乗せなきゃ。さあ食べちゃいますよ。めちゃくちゃ熱そう。あ、おうん、うんうん、めっちゃうまい。これねナムルの味付けとこの焼肉のタレですよね、最高の組み合わせです。そこにキムチですよ、これ最高やわ。これはたまらん。うめえ、うめえ、めちゃくちゃうまいっすよこれ。しかもこれ手軽やな、これ家でもやろう、これこんなに美味しいと。うん、美味しくて簡単。ちょっとねコチュジャンの方もプラスしてみますね。コチュジャン混ぜて、混ぜてじゃない、入れて、そして混ぜてきますよ。しかもこれねやっぱ石焼きなだけあって冷えないのいいですね。これ冬キャンプに持ってこいかもしれません。これ冷えないんですよ。これいつもねお肉とか焼いてね食べてたらねこれ冷えちゃうんですよね、食べる頃には。でもこれだとね全然冷えません。よしコチュジャン入り食べてみよう。
うん、うん、あ、こっちの方が好きかも。コチュジャンのね、味噌の香りですね。うま辛やわこれ、めっちゃうま。うん、2回目行っちゃってますね。2回目はね、本当はこれね、ひき肉も買ってきてました。これね、本当は取らない予定だったんですけど、ひき肉もうまいだろうなと思ってね、これひき肉の方がうまそうやなっていうか、ひき肉バージョンうまそうやな、ひき肉バージョンがうまそうやな。あー、いい匂いしてるわ。コチュジャン入れて、よっしゃ、このね、ひき肉の方ちょっと引き上げちゃいますね。ああ、もう本当はね、この中にもうぶち込んでいいんですよ。その方がうめえよ絶対。おお、焦げもできてる、ジューッていってる。よっしゃ、もう乗せちゃいます。もう全部や、もう全部や、全部いっちゃう。食べれる食べれる。ザギーいって、そしてミンチですね。ミンチ、このミンチがいい仕事してくれそうやわ。飛騨牛褒めてね。飛騨牛もすごい美味しかったですけどね、このミンチ、このミンチうまそう。白身もいっちゃう、これ黄身だけじゃなくて白身もいっちゃいます。よっしゃ、これうまいでしょう。こちらで混ぜてきますよ。さあ、黄身、おお、うん、っていうか混ぜられへんやん、これバカほど入れすぎてます。あずきデラックスの得意技やわ。バカほど混ぜちゃうっていうね、よくおかんに言われたわ。あんたバカほど入れすぎやねんそれって。あー、これいいわ、贅沢丼やこれ。混ぜれねー。あー、ナムルもうまそう。これ思った、よいしょ、さっきの重さの比じゃない。そしてね、味噌汁ももう次は飲んじゃいます。ちょっと待ってよこれ。よっしゃ、あー、味噌汁求めてたもんやこれ。よっしゃ、お味噌汁の方ね、お味噌汁のもちょっとね、もう急いでるからね、これこのスプーンで食べちゃいます。熱、うまっ、うん、味噌の、あー、いいわ、香りよし、うめ、なんやろ味噌汁のこの癒され感。そして第二弾食べちゃいますね。これもう、ね、石焼きがね、めちゃくちゃずっと熱いですからね、これがいいですよね。石焼きビビンバめちゃくちゃいいわ。もうグツグツしてますからね、まだ火から下ろしても食べ終わるまで熱々で最後まで食べれるのはいいですね。本当にね、この冬キャンプに来るとね、もうすぐに冷えるんですよ。あれ大変くらいか、あ、なんとも、うん、ミンチ肉が加わってなおさら最強になってますね。うまいわこれは、絶対やるべき、簡単だから。うん、
出てこない。よし、あずきちゃんもあげよう。あずき、ほら、あずき食べるかな。あれ、匂いだけやぞ。何やこれ、また食べさせろか、これ、もしかして。あずき、はい、どうですか。あ、食べる食べる。あずき、出てきてよ、ちょっと。あずき、ほら、ほら、じゃあマイペース、しかもわざわざ手で渡してる。今の気温はね、マイナス 1.8、まあ、マイナス2度ぐらいですね。寒いな、そら。体感的には、ね、もっと寒く感じは感じますね。雪があるせいかな、足元からめちゃくちゃ冷えてきます。さあ、昨日からね、置いてたみかん、ほら、もう冷凍みかんになっちゃってますね、これ。こいつ食べちゃいますね。めちゃくちゃ、なんかパツン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 。冷たすぎてね、指先が痛いです。痛いし、皮がめくれんし、うわ、ちょっとね、みかん潰れてるんですけどね、全然汁出てきません。びっくり、これやっぱ冷凍みかんですよね、それが。わあ、でもこれ、さあさあ、冷凍みかんの方食べていきますね。冷たそう、ていうかもう手が、手先がめちゃくちゃ痛い。あー、歯で冷たさが分かる。冷て、わあ、わあ、冷かー。あー、そろそろ帰る時間なんで片付けていきたいと思いますね。見てください、この雪、めっちゃ、もう今日ね、一日中降り続いてますね。昨日からずっと降り続いてます。雪の方も案外積もってますしね。もうこれ帰るの、もう一泊ぐらいはしたいですね、やっぱりね。ゆっくりしたいです。あー、でも片付けていこうかな。あ、そうそう、帰りはちょっと温泉でも入ろうかな。ほら、こんだけ積もりましたよ、車の上。めちゃくちゃ、これ10センチぐらいは積もったんじゃないですかね。何度か書きましたからね、これでも。
履いとかないとね。こういったね雪かきアイテムもね持ってた方が絶対いいですよ。全然違うから、これ持ってると思ってないのじゃ大違いですからね。よいしょ、ワイパー立てるのも必須ですよ。ワイパー立てとかないとね、ワイパーがね下手したらワイパーのゴムがこのフロントガラスにねへばりついちゃってね、ワイパーのゴムダメになっちゃいますからね。撤収の方終わりましたね。もうね日がねちょっと暗くなっただけでね、めちゃくちゃ雪が積もり出しましたね。積もる雪にねめちゃくちゃ変わりました。今回めちゃくちゃ冷えましたけど楽しかったですね。ほんといい景色も見れました。さあこれからが勝負なんですよ。帰り道はやっぱりね気をつけなきゃダメですからね。一番危ない、ね、時ですからね帰るのが。さあ車でね気をつけてゆっくり帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございましたね。それでは帰ります。